大相撲秋場所で2度目の優勝を果たした関脇大の里24イコール二所の関が23日茨城・阿見町の部屋で会見した鮮やかな緑の袴姿で登場千秋楽から一夜明け優勝したんだなっていう気持ちになったと喜びつつより一層頑張ろうという気持ちになったと引き締めた千秋楽の打ち出しの地 審判部高田川部長イコール元関脇・秋之島が日本相撲協会の八角理事長元横綱・北東海に大関昇進を図る臨時理事会の招集を満場一致で要請し受諾された過去に昇進が見送られた例はなく大関昇進が内定している25日に開催される見込みの臨時理事会を前にまだ発表されてないんで何とも 嬉しい知らせが聞けるようにしたいと控えめに語った伝達式での向上にも注目が集まるが何も考えていないですね全く考えられる余裕がないんでまだ頭は真っ白ですね今から考えますと白紙を強調した師匠の二所ノ関親方元横綱稀勢の里は11年九州場所後の大関昇進時に大関の名を汚さぬよう 精進しますとシンプルに向上を述べたそれについても全く動画も見てないですし場所中も大関ということも全く考えてなかった見る余裕もなかったのでこれからしっかり考えていきたいとだけ口にした。